はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ボクシングです。2回目なんですけど、まあちょっとね、ちょっと撮影で撮れてなかったんですけども、今回はですね、リンゴ星人、リンゴちゃんね、来ていただいてるんですけども、リンゴちゃんがなんと初心者でフォートナイト始めるということで、今日はリンゴちゃんにね、ちょっと僕が知ってる限りのフォートナイト教えてあげようかなと思いますので、今日はリンゴちゃんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リンゴ星人です。全くの初心者です。ああかわいい。うん、リンゴちゃんはまだ1回しかフォートナイトをしたことないんだよね。あ、そうです。おなんかできた。なになに。あ、それね、丸押すと出てくるから。うん、おー、戻ります。え、戻るってどうやるんですか。丸押せばもう。あ、オッケーです。そう、そんな感じでちょっと初心者なんですけども、僕が知ってるね、限りをちょっと教えていこうかなと思いますので、今日はよろしくお願いいたします。頼りにしてます。よろしくお願いします。はい、ゴー。今始まります。え、何これ何これ。こう、そうで、ここのマップはネフライトくんのマップなんですけども、ヒカキンさんとかが使ってた、はい、ネフライトさんとかね、ヒカキンさんが使ってたマップなんですけども、これをちょっとね、使っていこうかなというふうに思います。はい、はい、で、どっからやりたい。初心者に優しいものでお願いします。初心者、なるほど。で、これ武器があるんだけど、はい、これを取って。武器、あ、これですか。どうやって取るんですか。手前にある。はい、そう拾った。はい、え、パソコンでやってんの。え、やってませんよ。スイッチでしょ。スイッチですよ。びっくりした。そしたら今 AR 持ってるから AR の練習をしに行きましょう。AR とは。そう、それアサルトライフル。それはい、あ、これ。そうで、この右のがショットガンって言ってボーンって。おお、かっけー。そう、持てるそれ。はい、それがポンプショットガン。うん、じゃあちょっと行きましょう。なにこれ。わかんない。どうすればいいんでしょう。ちょっとこれ良くないな。え、死んじゃう。死んじゃう。待って、動けないんだけど。何これ、どうなってんだ。めっちゃ撃たれてる。とりあえず左に行きたいんですけど、どういう問題があります。あ、違う、手前にいたら生きれる。死なないんですか。めっちゃプラス。前にも進めないんですけど、これどう。あ、これね、初めにめちゃめちゃ殺された。いや、ごめん、はい、ちょっとマップがちょっと違うからやめよう。どうした。うおー、トップウォッチだ。そう、これはね、武器があるから、もう武器持ってるから大丈夫。で、そんな感じでここ行くと建築があるんですよ。はい、こっち、はいはい、ここ建築あるんだけど、これ何ボタンって書いてある。丸って書いてある。何も書いてないです。え、書いてあるよ。あ、 A 編集。そう、それ A をピュッと押して、はい、そこの場所を打って横ピュッてやってみて。ピュッて打ってみて。打つボタン。あれ、はい、こういう風に。おお、こういう風にできるんですよ。もう一回。10でやりたい。おお。で、違くて違くて、10は10であるから、はい、まず編集っていうのを覚えてください。はい、わかりました。そう。で、編集っていうのはこういう風にパッパパッパできちゃうんですよ。今僕が編集してるんだけど、こういう風にできちゃうの。そう。自動。そう、自動手動ね。うん、手動なんだけど、はい、こういう風にできるから一回ちょっとやってみて。A 押して、打つボタンじゃない、打ってみて。それピュッて打ちながら横ピュッてやってみて。違う、それじゃない。そう、編集ボタンを押して打ちながら横ピュッてやってみて。エイム打てないです。打てない。何ボタンで出てくる。矢印が出てきます。矢印。ちょっと画面強。でも青いな。うん。
あ、画面共有します。絶対ね、多分ねミスってると思うのね。はい、白くなった時に A で戻すの。そう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 、そう、そういうことで、今ここがここにあるのが床と屋根なので、ちょっとやってみて。屋根とか階段とかあるから、それを編集して向こうに行こうっていう。そう、あ、なるほど、そういうこと。あ、OK、 離してそれピュって A で、おお、でもう一回こっちの屋根の方が2枚ついてるんで。はい、そう、あ、2個、うん、あ、A だ、浮いた。そう、それ離してピュって。はい、お、すごい。で、A だ。そう、それでいけます。おー、はい、で、これもそう、ここの下を編集 A をして、ここ打って下ボって、はい、箇所、うん、成功だ。そういうこと、落ちた。そういうこと。そんな感じでやっ、この編集はやっていきます。はい、なるほど。それをこっちこっちおいで。で、ここは多分ゾンビモードなんで、ここでエイム銃を使っていきます。で、多分この飛んでるやつを倒さなきゃいけないらしいんだけど、倒す、そう、武器、そしたらそこのボタンで、そう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 、その AR で左の、なんだろう、スイッチだと ZL か、 ZL でエイムをします。ピュッと覗く、武器を ZL、すごい、 ZL で覗いて、 Z なんか左側わかんない、 ZR で撃つっていう。おー、そう、ちょっと撃ってみて、ゾンビ。難しい。下手くそか、見えないです、人が。ゾンビで。え、いなくないですか、画面。いるよ。壊滅的かもしれない。いる、目の前にいる、目の前に、右に、そうそう、それそれそれ、ここにいたら。倒せない。あ、赤いなんかラップみたいなのつけます。え、それさ、何でやってんの。モニターでやってる。モニターでやってます。マジ、え、見えない、ゾンビ。目が悪いかもしれない。いやいや、いるでしょ、ここにいるじゃん、ゾンビ。頑張ってるんですけど。本当に。マジ？マジっす。やば。はい、倒した。行こう。そう、はい。はい、ここでこれなら見えるでしょ。見えます。これ、これを打ってみて。はい。覗く、あ、覗いてない。はい。弾打ちたい。はい。おー。そう、そう。え、すごい。出てきたから。そんな感じでちょっとやっていくんだけど、どうしようかな。はい、ちょっと、いや、でもいい感じにできてるよ。うん、めちゃくちゃいい感じ。こういう風に自分で建築して遊ぶこともできるのね、クリエイティブって。おー、すごい。そう、ちょっと今遊んでみて、一人でこうやってわーっつって。 A ですか、これも。あ、できそう。そう、 A で、その階段なら階段とか、いろんなね、建築ができる。長押し、あ、長押しじゃないね、押すだけで多分できちゃう。そう、あ、できてます、これ。そう、できてる。これは今、いじま初めてできた、それで、階段とかあるから。できた、できた。そうだ。で、壁、階段をやると、こういう風にできて上に登れる。で、壁、階段とか、だから敵と戦ってる時はまずか、壁、それで階段、階段をつけて、で、上手い人だとここに、ちょっとこっち来て、はい、そう、上手い人だとここに床、階段、ここ床、壁、階段みたいな、瞬時にすることができます。ここまでみたいな。そう、めちゃ強いな。そう、めちゃくちゃ強いって感じかな。まあこれはね、まあ序章に過ぎないんで、もう好きなように、あの、建築していただいて構いません。はい、階段、階段、階段、そう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 、永遠と行けますよ、うん、すごい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 。え、あれ落としちゃった。そう、え、すごい、こっち側も
これはねちょっとね難しいんですよ。これはこういう風にして階段っていうかあの床を作って、ここの床のこの根元からかかあの階段を作っていかないとダメっていう。あ、え、そうなんですか。そうだからな、どこでもかんでも建築できるってことではないんです。ちゃんとルールが決まってるんで、そう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 、そっからできるよっていう。そうそう、で床作るのはあるある、うん、な感じで、まあ建築とまあざっくりしたエイムの仕方はい、を教えました、うん、ありがとうございます。そうこれで、まあ、みんなは戦っていってるんですね。多分若干見たことあるとは思うんだけど、なんかフォートナイトっていうある、見たことあります、なんか戦ってるのある。